いろんなところに発生させていただいて、生き物みたいなのがいっぱいこう隙間から見えることで、はい、建物全体が生きてるように見えたらいいなと思って。あなたに触れた喜びが深く。すごく大好きな家族がいて、祖母をすごく私は愛していて、でそんな祖母と私はこの間の6月にお別れすることになってしまって、その祖母が谷中霊園のそちらの方に埋まっておりまして、もうお墓にも入ってしまったんですけれども、彼女に向かって歌いたい曲を1曲まず歌わせていただきたいと思います。それはそのいつもの声楽家は皆さんに歌うんですけども、今日はもうがっつり祖母に向けて歌っちゃいたいと思うので、でもそんな中に私も触れるとか、触った時に質を感じるとか、なんかそういうのが工芸の良さだなって思って、で途中で工芸家にしたいなっていう風に変えました。